にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に向かっております。あさってに千葉県のサニーコーストとい う白浜ですね、千葉の一番下の方の宿に泊まる予定でして、で本日はその前泊のために、一度ね泊まったことあるグランビューさんというところに、泊まる予定でございます。で今向かってるのは海ほたるで、軽く仮眠を取ってから、次の日観光できたら観光して、そのまんま前泊のホテルに泊まろうかなと思ってますけどね。珍しく眠いんですよね、すごく眠い。では海ほたるに向かいます。デイ、およそ600m 先斜め右、海ほたる着きましたよ。さあ、あとは車を止めてトイレに行って寝るだけですね。あ、結構みんな寝てる、すごい車中泊してる。久々の海ほたるです。上に行こうかと思ったんですけど風が強すぎて諦めます。これはトイレだけ行きます。はい、寒かった、すごい寒くてもう目覚めちゃいましたね。いやー、まあ疲れてるんでおそらく眠れると思います。では一旦おやすみなさーい。おはようございます。現在11時ぐらいですね、午前11時ぐらい。5時間ぐらいぐっすり寝ちゃいましたね。で結構寒い、こんなに寒くなると思わなかったです。天気も悪いな。はい、じゃあ散歩がてら海ほたる歩きますか。混んでるな、この様子見ると。来ましたね、展望デッキ来ました。周りは多いんであんまり映さないんですけど、こんな天気でございます。風で私の声が聞こえてるかな。いやー、天気悪いけど夜は気持ちいい。このね、ざわめきを聞いていただく通り本当に混んでるんで、どこのお店も混んでるんで、アサリ焼き食べたかったんですけどね、行列できちゃってるんで、あえて海ほたるで唐揚げを食べるという行為をしてみます。そして目の前にはこの風景ですね。天気ちょっと良くなってきたかな。出来たての唐揚げでございます。唐揚げテイクアウトって初めてかもしれない。いただきます。はい、海ほたる出ました。この後はですね、アウトレット近辺で高速降りて下道でゆっくりドライブしてホテルに向かいますね。その途中で何かね、カフェとか何か寄るような場所があれば、そこで少しゆっくりしてからチェックインしようかなと思っておりますけども、ですね、実はトラブルが起きてまして、寝る前か、高速に乗るときに ETC がね反応しなくて、一回ね通行のところがねないんですよね。語彙力。だから降りるときに友人のところに行ってちゃんと説明して、無事降りれるかどうかっていうことが不安でしょうがないですね。いやー、取り乱したよ本当に。停止って出ましたから初めて。では高速降りてみます。高速降りれました。何事もなくね、一般レーンの方に行って軽く説明、事情を説明したら、もう何事もなく、まあね、こういうこと結構多いでしょうからね、降りれました。いや、よかった、気分がね、晴れましたよ、これで。というわけでですね、これからドライブを楽しみます。カフェとかないかな、カフェとか、いいカフェないかな、雰囲気のある。気持ちいいです。本
当に楽しいです。結構ね、この辺りもドライブしたことあるんですけどね、やはりパチンコ屋、潰れたパチンコ屋とか釣り具屋さんとか見るとね、ふおーっていう気持ちになりますね。どうしようかな、あと1時間ぐらいなんですよね。なんか行くとこないかな。はい、浜金谷でしたっけ、金谷のフェリー乗り場何回も通ったことあったんですけどね、車はね止められるっていうことを知ってるような知らないような感じだったんですけど、普通に止められましたね。でこれね見るの楽しそうなんでちょっと行ってきますわ。うわー楽しみ。はい、出ました。いや、すごい良かったですよ。なんで今まで行かなかったのかなっていうぐらい良かったです。フェリー乗り場のあの道の駅なんですかね。またこれ来ちゃいますわ。天気のいい時に来たらすごく気持ちいいはず。この後はですね、もうあと30分ぐらい時間がチェックインまであるので、穂田小学校というね、小学校、もともと小学校だったところを道の駅に改装されている、道の駅に向かいます。着きました。もうここはテレビとかね取り上げられてるんで結構混んでますね。観光地化されてますね。では中入ります。ヤギがいました、ね、まさかの。給食風にしてあるお店が多いですね。椅子も学校の椅子ですね。だから教室だもんね、一個一個が教室なはずですもんね。前来た時あったっけな、閉まってたのかな。そう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 、ここ宿泊できるんですよね。いずれこういうね学校の宿、学校を改装した宿にも泊まってみたいですね。これが宿泊エリアですね。いやー、いいなー、雰囲気はいいなー。これは泊まってみたいですね。見てー、これ、うわー、いいわ。これが2階のデッキですね。で、さっきの教室内が薄く、あー、見えるかな、反射して 見づらいけど、見づらいですね。布団が見えますね。他に見えないかな。ここだったら見えますね。こんな感じのお部屋になってますね。うわ、楽しそう。これ足で見づらいけどね。そして中がこんな感じです。これは工作室の机なのかな。名残がね、子供たちが書いた落書きがね残ってるんですよね。そして学校机、ちっちゃい。よくね、この裏とかにね、鼻くそね、ついてましたよね。そして道の駅といえばですね、直売所ですね。こちらもかなり大きな直売所で綺麗なので楽しみですね、見るのがね。
出ました。あのね、一回来たことあるんですけどね、その日は雨だったのかな、なんかそんなに覚えてなかったんですけど、今回来てみたら思いのほか印象が良くて、また楽しんじゃいましたね。というわけで、今からですねホテルに向かうんですけど、ここまでで動画まただいぶ長くなってると思うんで、一旦失礼して、また次の動画に分けたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャーシューがねもう結構濃いですね。味見た目薄いかなと思ったんですけど、ほんと全泊って贅沢な時間ですよね。グランビューさんだとね、なんかいつも全泊をね、いつもっていうかまあ2回目なんですけど、全泊を最高に楽しんでしまいますね。